ただオフになってるだけで新しい提案みたいなところでちょっと空中混合っていうものの面白さとか、変えてみたんですね、あの壁際の攻防が変わるようなみたいなのを1個入れてみた、見て、まあ、あとはそれに対して面白い面白くないだけじゃなくて どれぐらいでみんな遊び方に気づくかな、なるほどですね、時間も見てるわけですね、はい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 、でそれは分かりやすだったりするので、でそれが例えばバウンドと同じような考え方でみんな使おうとするのか、なるほどなるほどなるほど、バウンドとはまた違うとか、ね、はいはいはい、あのそういうところを見ようと思って、まあ、このオフにして新しいのをちょっと入れてっていうことをやってると、なるほどなるほど、なので本当にあの今回は非常に調査を意識して、調査というか、まあ、はい、みんなの意見かなを意識してあのやってみたところあります。あのただ逆だからといってあれよ、あの民主的にみんなの意見ばっかり聞いてやってもやってもいいゲームができるかって、これ実はそうではないので、確かにこれ難しいところなんですよ、見極めが、どこまで拾うかですもんね。鉄拳4はね、